どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、ぜんざいです。グラウンデッドの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、ミルクモーラを使って、キャラクターの能力アップで、この火事場で、武器の能力アップをしたんですけども、今回は水中の素材ですね、を取りに行ってみようかなと思います。前回の終わりに、この水中で使える小石の探検を作ったんで、これを持って、これも強化は、強化できる。強化して、よし。よし、では、まずは足ひれですかね。足ひれを作るには、水虫の後ろ足が4個と、アマモの葉ですね。スイレンの葉のマックスは前回取ったんで、よし。で、まずは、水虫ですね。あ、カラスいる。カラスの羽が欲しいんだけど、大丈夫かな、これ。あっ！なんか！危ねえ！ああ！あ、で、カラスもいなくなっちゃったよ。小石の探検。ああ、どうなんだろう、鯉攻撃してくるのか。ワックス取って、なんだ？何？え？水雲？ちょ、待って、あ、くそ。待って、空気サワサワして。ここにも雲いるの？よし。どこ行った？うわー、攻撃しにくい。よし。水雲の部位。おたまじゃくしだ。かわいいんだけど。かわいいんだけど。
やばい。なんか、オタマジャクシの肉を使う。これだ。おとり用の餌。オタマジャクシの肉で作られた餌の塊。ってことはやるしかないんだ。その前に、水虫。これどうなんだ？攻撃してくるのかな？なんかお腹に浮き袋みたいな。あ、攻撃してこない。よし。水虫、ゲット。結構深いな。あんまり深いところに行くと戻ってこれなくなるんで。の近くに、あ、オタマジャクシいっぱいいるよ。すまん。うわあ、結構リアル。でもオタマジャクシがいるっていうことはカエルもいるんじゃない？あ、なんかそっから上に上がれそうだけど。あ、なんかいっぱい集まってるよ。あ、待って待って待って、一匹今。一回息吸って、はあ、あ、よし。お、待ってる。アイテムいっぱいになってきたな。なんだ。あれかな、洞窟になってるあの光る、ちょっと分かりづらいけど。あ、多分そうですね。この光るやつ。電話のマークというか絵もあるけど。あ、ロックされている。他のところから行けるのかな？あ、アイテムなんかいっぱいありますね、そこ。うん、光ってる。
んだあれ。あ、キンバだ。メガミルクモーラー。よし、メガミルクモーラについてバーグルに聞く。あ、ちょっと待って、水虫。いや、これ一個しか取れないのか、一匹から。コインがある。あれ？難しいな。よし。あ、テープ発見。オミネント社の記録04。タリ博士。少し取り乱して。最終評価試験は順調だが、あるエラーを見つけた。転写時にかなりの量の粒子が保持されていない。今のところ副作用はない。ブライン博士、あの態度は何だ？なんかライバルみたいな人かな。実用性に乏しい。あ、確かに。でも人がちっちゃくなれば食料問題とか解決しそうですよね。水雲。お、骨の探検と骨のトライデント。で、オタマジャクシの肉。ああ、暗くなって一回帰りますか。あ、バーグルのとこに寄って。なんだ、その石？あ、これだ、アンマモ。水虫がいっぱいいる。
し。あと一匹。追いつかん。よし。で、足ひれを作るのに、あ、作れる。アマモの葉。あ、浮力目印。で、メガミルクモーラーは？これか。え？あ、スタックの数だ。消耗品、例えばの、包帯とか、が5個で1枠使ってたのが8個になるってことかな？で、資源、普通の葉っぱとかですね。が10個で1枠だったのが13個で1枠。で、矢の最大所持数が20で1枠だったのが23。あんまり弓矢使ってないから。消耗品かな。うん、消耗品を強化。よし。これでじゃあ、今これ5個なのが8個持てるってことかな？よし。で、まずは足ひれですね。足ひれを作って、うん。骨の探検。あ、骨だ。骨と水蜘蛛の部位。よし、じゃあ一眠りして10時。I'm ready to eat my pillow, I'm so tired. Just like a fruit pounder. It's no lemon crime, but it's better than nothing.よし。じゃあ足ひれを装備して、で、どれぐらい変わるのか。
あ、早っ。早い早い。よし、じゃあその骨を探してみよう。え？お前か。一回上に、よし、鯉のあたりかな。鯉の骨とかもしかして、ん？潜水用の装備を作って。これやばいかもしれない。あ、これやばいかもしれない。3、2、1、やべえ。あ、じゃあ先にやっぱこれを作らないとダメなんだ。いきなりこっちはいけないのか。ヒルチューブ。なるほど。はい。そうですね。では今回はこの辺にして、次回ギルチューブ使って、そこの方ですかね。を探索しようかなと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。